여러분안녕하세요저는규민입니다はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。キュミンです。本日はちょっと気になったお菓子があったので、そちらを開封していきたいと思います。それではどうぞ。今回紹介するのが3つあるんですけども、すべてウィゴーさんで見つけてきました。まず1つ目がこちらです。じゃん、スイカグミになっております。スイカグミです。こちらが 56g 入りの135円プラス税込みでございます。食べていきたいと思います。ハサミ用意してない。いつもそうだよね、ハサミ用意してないんだよね。ありました。失礼します。え、マジでスイカの香り。なんかこんな感じです。取ってみます。こんな感じになってます。ピンと合わせよう。ちょっと色素ない系のスイカになってます。いただきます。結構弾力がある。ほんのりスイカ、なんかスイカって感じじゃなくてスイカって感じ。ちょっとこう清楚系なスイカの味がします。あ、おいしい。うん、あ、おいしかった。続いてがこちらです。じゃん、また文字反転してる。カフェラテミルクカウ。こちらがですね、アーモンドですね、のお菓子になってます。1袋 30g 入りの135円プラス税込みになってます。開けてみたいと思います。でも実はですね、こちら食べたことあるんです。で、美味しかったからちょっとリピ買いになってます。開けました。中はこんな感じになってます。アーモンドですね。香りはコーヒーです。もう本当にアーモンドです。こんな感じです。はい、ピント合わせよう。こんな感じ。どこにピント合ってんの？顔合ってますか？合ってますかね。いただきます。あ、これは結構コーヒー、コーヒーします。結構最初口に入れた瞬間はコーヒーって感じがするんですね。でも最後はしっかりアーモンドの味がする。うん、美味しい。最後に三つ目、こちらがもう本命の本命になってます。もうね、見た時にえってなった商品、こちらです。じゃん、ヨーグルトポテトチップスでございます。こちら一袋 65g あたり200円ぐらいです。税込み200円ぐらいです。してました。こちら、もう、ヨーグルトってなって、もうすぐさまこれ買っちゃいましたね。開けます。香ります。ヨーグルトって感じはしないです、別に。食べていきたいと思います。チップス。中はこんな感じです。もう普通、至って普通。薄さとかも別になんとも気にならないから。ピンと合わせよう。合ってますか？OK です。いただきます。ちょっと大きいな。食べれるか？なんてコメントしようって今すごい例えようって思ってたけど、ちょっと難しいです。欲しいって言うなら、某小池屋のポテトチップスの幸せバター味ですかね、を3倍に薄めた味。なんかヨーグルトとかの味がすごいするわけじゃない。なんか一瞬なんか某うまい棒のコンポタージュ味かなみたいな味がしたんですけど、でもそれより断然味は薄いんですよ。なんですけど、ヨーグルトとかすっごいそういう味がするわけじゃないですね。味自体はそんなに濃くなくて、でもコーンみたいな味がほんとちょっと若干します。あ、なんか思ってたほどほんとヨーグルトとかそういう味がしなかったですね。もういた、ちょっと味が甘いポテトチップスかなっていう感じになってました。はい、ということで今回はスイカバーゼリー、スイカバーグミとカフェラテミルクアーモンドとヨーグルトポテトチップス、すべて韓国のお菓子を3つ紹介しましたが、いかがだったでしょうか？気になったから食べれて嬉しかったですっていう感じです。はい。
あ、ちょっとでもなんか食べてみようかなって思っていただけたらありがたいと思います。すべてビゴーさんで買えましたです。割と値段もですね、普通にお手頃な価格で、皆さんもよかったら食べてみてください。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キュミンでした。